続いてのバンドはブラワーズです。今回の SDGs の項目は、作った曲で地球の環境悪化をたくさんの人に知ってもらうこと、争いをなくしてみんなが笑顔で暮らせるようにとの思いから、10、人や国の不平等をなくそう、14、海の豊かさを守ろう、その他2項目となります。プロフィールを紹介します。同じ高校の同級生で集まりバンドを始めました。結成して1ヶ月の初心者ですが頑張りました。よろしくお願いします。それでは聞いてください。ブラワーズで SDGs のテーマ。ブラワーズでした。大きな拍手を。さあ、美咲ちゃんと一緒にね、話を聞いていこうと思いますが、いや久しぶり見たよこれ、ほうきでギターの真似する人、もう昭和感満載だな。さあ、どなたが喋りますかね。あ、ほうきくんが。ほうきくんはリーダーなの。はい、一応リーダー。リーダーの今日はついに出たっていう感じでした。11組目にして絶対で誰かが SDGs のテーマっていうのを作ってくると思ってたんだよ。出ましたね。ちなみにこれはみんなどこなの。人吉あら、じゃあ大変だったんじゃないの。みんな、あ、はい、大変でした。それぞれみんな被害にあった。僕だけ。あ、そうなの、はい、
どのあたりまで来たの？床下。あ、本当に。え、じゃあ今もまだ復旧中かな？いや、もう綺麗にして、はい、ボランティアのおかげで。いやいや、でも今回はどういうきっかけで応募しようと思ったの？まあ、みんなで熊本に行って、まあ、大谷楽器さんのところ行って、もうあの方に大谷楽器に、まあ、行ったんですと。行ったです。大谷楽器に行って、はい、あ、で、なるほどな、あの方にあの、いやいや、そういや、森一さんに、あ、はい、あ、そうですか、声かけてもらって、はい、で、まあ、今回は今回、はい、やろうと思います。美咲ちゃん、なんか聞きたいことありますか？あ、まだスイッチ入れてなかった演奏してみていかがでしたか？いかがでしたか？あ、まあ、最初は緊張したんですけど。いや、演奏してないじゃん。お、いや、しましたほうきじゃん誰か演奏した人喋ってくれるかなあ、嘘嘘。もう一人喋れるよ、ちゃんとマイクあるからね。どうしたか、演奏して。まあ、あなたはもう歌ったから大丈夫だと思うんですけど。え、演奏してみていいですか？うん、あ、最初緊張したんですけど、ちょっと楽しくなってきました。なんて？楽しくなってきました。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 はい。そこね、よかったです。いや、でも、あの、こう言ってドラムが女子じゃないですか。はい。これどういうあれですか。めっちゃうまかったけどね。はい。ずっとやってたんですか？中学3年生の頃に文化祭で1回して、それで今回1ヶ月ぐらいで練習して再開したって感じです。はあ、でもちょっとね、ドラム良かったし、バンドもちょっとやったらいいんじゃないの、みんな。そうですね。今度なんか人吉のあたりでなんかライブができる場所ができるっていう話だったよ。はい。まあ、俺はちょっと知り合いから聞いただけなんだけど、ただほら、みんなもやれるじゃない。はい、ちゃん、ぜひやってもらいたいと思いますけどね。はい、いよいよ、じゃあどうでしょう、松本君に聞きますかね。これ順番、俺ちょっと間違ってないかな、コメント。松本さん、どうでしょうかね。なんかすごい歌詞にストレートにいろんな思いがこもってて、で、あの、最初は本当にできることは何もないからっていう始まりだったんですけど、最後の方はできることはたくさんあるっていう風に、その変わっていく歌詞がすごい好きで。これはどうやって考えたんですか、歌詞は。僕は考えてないんですけど。考えてねえのか。あ、考えたんだ。あ、はい、いや、もう最初は歌詞作るのは本当行動から当てはめていって、そこで作った感じです。何？それ聞いてないじゃん。学校に早めに行って。いや、全然違う。あの、その。歌詞はどうやって、あ、どうやって作ったか、どうやって、どんな感じで作ってったのかな。あ、そうな感じで。いや、やっぱりちょっと、まあ、自分が感じたことを書きました。はい。いや、でもすごい、それがなんか伝わってきました。ありがとうございます。いや、いい、大事大事、こういうのが大事です。まあ、でもぜひね、あの、今後もなんかぜひ、せっかくやりだしたから、バンドもまた継続してやってくれたら嬉しい。めっちゃ色男やな。いやいや、まあ、ぜひね、続けてもらえればと思う。はい、どうですか、美咲ちゃん、何かありますか？なんかさっき、あの、ドラムの話あったんですけど、うん、私も中学校の時吹奏楽部でドラムやってて、だからずっとドラム見ててすごいかっこいいなって思いました。うわ、これいいことですよね、なんかそれ見て。ありがとうございます。え、どんなやり取りそれ。どんな文通それ、マイク渡してびっくりした、ありがとうございますって。それ以外言いようがないわ。いやいや、でも本当にね、よかったです、美咲ちゃんも。そういうちょっとやりたくなったでしょね。まあ、放送部と一緒にドラムもやってください、ぜひぜひ。というわけで、人吉から来てくれましたブラワーズの4人でした。ありがとうございました。